ジャニーズ事務所を退所した元、スマップの稲垣五郎、43歳、草薙剛、四43歳、香取慎吾、40歳の3人が9月22日、共同で公式ファンサイト、新しい地図を開設した。サイトでは、まず、様々な人たちが前を向いて歩いていく50秒の動画が流れ、次のようなメッセージで、ファンに呼びかけている。逃げよう。自分を縛り付けるものから。 ボーダーを超えよう。塗り替えていこう。自由と平和を愛し、武器は、アイデアと愛嬌。馬鹿にされたっていい。心を込めて、心を打つ。さあ、風通しよく行こう。私たちは、新しい地図また、サイト上には、Facebook、Instagram、LINE、Twitter、美白、YouTube のアイコンが並び、それぞれのアカウントも開設。各アカウントには、新しい地図は、 皆さんと一緒に作る、集いの場所です。その地図は、まだ真っ白です。皆で面白いこと、ためになること、感動すること、その他一杯一杯、その地図に入れていきましょう。と、説明が添えられている。ジャニーズ時代とは異なる、積極的な SNS など、ネット展開も期待できそうだ。なお、第2弾の動画配信は10月16日を予定。同日より、 本格指導するという。新しい地図国内向け、新しい地図仲間入会金、1000円、税込み年会費、4500円、税込み手数料、別途200円海外向け、新しい地図仲間ワールドメンバー入会金、なし年会費、4500円、税込み手数料、別途200円をランキング日本には、名は体を表すということざがあり、名字や名前の印象から、 っぽいと想像してしまうことがありますね。特に苗字は名乗る機会が多いので、パッと聞いて、この人はっぽいなと考えてしまう人も多いのではないでしょうか。そこで今回は、育ちが良さそうな苗字をアンケート、ランキングにしてみました。一番育ちが良さそうな苗字とは、一体どんな苗字だったのでしょうか。1位、西園寺2位、城ヶ崎3位、神宮寺4位以降のランキング結果は、 こちら。1位は、西音寺。これ系のランキングでは、トップ常連の名字、西音寺、西音寺他が堂々の1位に輝きました。音の響きや字面からどこか気品があるように感じる。この名字、実際800年以上の歴史を持つ国への名字なんです。5ランキングでは以前お金持ちそうな名字ランキング、かっこよい3文字名字ランキングを発表したのですが、 その際は、両ランキングとも1位を獲得してみせました。2位は、城ヶ崎。城の文字に言い知れぬ育ちの良さを感じさせる、城ヶ崎が2位を獲得しました。3文字名字でかつ、城の文字が入っており、なんとなく、ご先祖は城に住んでいた感を感じ、両家の出身であるような雰囲気が想像されますね。3位は、神宮寺。神に、宮に、寺と、 意味深げな文字が連なった、神宮寺、神宮寺他が3位にランクインしました。名字の漢字一つ一つに気品などを想像させる要素があり、ある意味無条件で、お上品そうと思わせる凄みある字面と言えますね。いかがでしたかとりあえず全国の西園寺さんはお金持ちそうで、かっこよくて、育ちが良さそうと思われていることは間違いなさそうです。今回は、 育ちが良さそうな苗字ランキングをご紹介させていただきました。気になる4位から49位のランキング結果もぜひご覧ください。調査方法5ランキング編集部がリサーチプラスモニターに対してアンケートを行い、その結果を集計したものです。有効回答者数500名20から30代男女各250名複数回答調査機関 2017年8月4日から2017年8月8日。